それでは表題のタイトルについて、勝田が発表します。はい、でまず概要ですが、今回はその、分散表現を言語モデルから作るっていうような内容で、その言語モデルからシンタックスやセメンティック、あとは多義性なんかを考慮したようなモデルを今回は提案するというような内容です。で実際にモデルとしては、バイ LSTM を使った、トランゲージモデルで、その内部情報から単語ベクトルを作るというような内容です。でその単語ベクトルを使って、既存のモデル、ステートオブジアートと言われているモデルに適用すると、いろんなタスクで改善が見られたっていうような内容になります。はい、で今回提案するモデルっていうのがこの ELMO って呼んでいるもので、本当に LSTM を何層かつないで、ランゲージモデルを学習させてたっていうようなモデルになります。で、今までの言語モデルと、言語モデルじゃない、今までの、分散表現とは異なって、今回もその分散表現を作るのは入力はもう文を対象としていて、その文から各単語の表現を得るというようなモデルになっています。で、一応その層ごとの入力とかも調べていっていると、低レベルと高レベルではやっぱ、なんか情報の捉え方が違うような結果があるというふうなことになります。で、そのモデルについてなんですけど、今回提案しているこのモデルっていうのは本当にもバイ LSTM を、この実験で使っているのは今2層なんですけど、モデル自体はその、何層でもいいみたいな感じで、書かれていました。で実際に、この RK っていうのが、このそれぞれ、このトークンのベクトルと、1層目の LSTM と2層目の LSTM っていうのを、入れていて、その各入力っていうのに 重さをつけて、最後にまた全体に対して重さをつけたやつっていうのを、今回その ELMO っていうふうに呼んでいるエンベディングになります。で、それにで比較をしていくんですけど、さまざまなタスクでっていうので、まず、クエスチョンアンサーの Q&A を解かせるような問題や、この仮説を立てて、それが真であるかを解かせるような問題だ、あと、セマンティックル、述語構造とかを、誰が何を誰に対してやったかっていうようなのを解かせるやつ、あと証拠解析や、固有表現抽出感情分析っていうのを、やって、その結果がこの表になります。で、それぞれのタスクにおいてステートオブジアートを達成してるって言ってあるモデルに本当にただその入力に対してつけたりしていくと、その論文でステートオジアートのスコアによりもさらに高いスコアを出すことができたっていうふうにこの表から分かります。大きいところだと4ポイント上がっていたりしています。で、それを細かく分析していくんですけど、さらにその、EMMO 自体は、今回3層の入力を、に重さをつけて渡しているんですけど、その入力する場所っていうのも、一つの、パラメータだというふうな感じに言っていて、一番上の、2層目の LSTM だけを入れた場合と、そもそもそれ以外は全部入れた場合、でまたその、このラムダの係数で変えていて、多分正則化っていうことで、L2 ノブルかなとかでやってるっぽいんですけど、1だとその全体3つのやつを平均的に取ろうとするような形になって、少ないと、どれかを、集中して取るみたいな風に書いてあったので、その係数が小さい方が高くなるってことは、何かしらその、3つの入力からでも有効果的な情報っていうのは、どっかの層から取れているんだろうっていうような考察がされています。
で次に、まあ、そのどこに入あ、まあ、その作ったエンベディングをそもそも入力に入れるのか、まあ、出力層にくっつけて、まあ、やるのかみたいな評価をしていて、なんかまあ基本、まあ、インプットに入れるのがいいみたいな風な感じに書いてあったんですけど、 SQ まあ、上の2つではその LSTM モデル自体が LSTM に入れた後にまあアテンションを張っているようなモデルで、その入力だけに入れる場合だとそのアテンションを通るときにまあ基本的にそこの情報がうまく乗らないんじゃないかみたいな感じで、でインプットとアウトプットを両方に入れた方が高くなるみたいな考察をしていました。で次にそのそもそも EMLO 自体がそのどれぐらい 何の情報を学習しているのかっていうのを調査した内容で、まあ、今回そのプレイっていう単語に対して注目してるんですけど、まあ、既存の、まあ、例えばグローブとかで学習したやつだとプレイ自体にまあ単語が振られて、その周辺単語っていうのはまあこう活用形を変えたやつとか、まあ似たまあ、ゲームとかそういうのが抽出できる。で今回の提案しているモデルだとその、まあ、文自体を入れているので必ずプレイが全部同じベクトルになるってわけではないんですけど、まあ、プレイのそのに似ているやつというので、まあ、同じプレイがあの ここの部分とあのプレイのベクトルは似ているみたいな感じで、その周辺の文をもとに、まあなんか多義性みたいなものが取れているんではないかっていうふうなことを確認しています。ここでで次にそのこれがあそうですねその、まあ、2層のレイヤーを使ってるってあれなんですけど、その、まあ、1層目だけの入力と2層目の入力でまあ違いがあるのかっていうような考察をしていて、そのこちらがその、まあ、多義性を特定するようなモデルだとかな、まあ2層目の情報を使うと精度がより高くなるというようなもので、ポスタグに関しては2層目よりも1層目の LSTM を使った方が精度が高くなるというようなことがこの結果から分かります。でその今回の提案しているモデルっていうののそのまあ、サイズを小さくした時でも比較的高い効果を得られているっていうようなことが分かっあ、まあ、この結果から得られています。で次がこのそれぞれのその3つの重さについて最適化させた後に調べてみると、比較的1層目の情報を使うと、まあ、精度が高くなるというような感じのに述べていました。でまあ、最後まとめなんですけど、文脈依存の表現をまあ学習するようなモデルを提案して、その結果からそれからまあそのベクトルを作って入力すると他のタスクの改善をすることができた。で、まあ、その LSTM の層ごとに調べていくと、まあそれぞれ異なるような情報を学習しているというのがまあ確認できたというふうにまとめています。はい、以上で発表を終わります。